実際のインドとの契約っていうのは大きな仕事はなかったです。<ー>中国の方の方がやりやすかった。僕インドはものすごく行ったんですよ。はい、でもなかなか投資としてはですね、コミュニケーションが結構あの難しくて、インドの方と契約を結ぶということが結構難しくてですね、うん、考え方がちょっと違うんでしょうね。 最後の最後まで交渉されることが多いんで結構しんどいなこれはもう妥協してその細かいことはいいじゃないかということができないところがあるあ粘り強いんですか粘り強いし場合とよ全言撤回があるんでちょっとなかなか仕事はしにくかったです。はい